はい、おはようございます。これはちょっと胸板が今シャツが1枚ないので空きすぎてるのでカバーして後で撮ります。ですね、こういう風に汗取りで入れといても全然大丈夫です。ここがパクパクする方とかよくやってますけどね、私はしないんですけど、後で撮りますけど、今ちょっとここが 胸元が空きすぎてるので隠しておりますが、今日は、4月1日ですね。あ、4月になったか。4月になりましたね。ミンティーカレンダー、はい、暑いですね。4月スタート、暑い日になりました。で、どうしようかなと思って、昨日も途中で帯の中がすごく暑くなって、なんせ中のシャツがごっつかったのでどうにもなんなくて、とりあえずシャツをプランプランの薄いシャツの長袖にしました。まだ皮膚を全体的に覆わないと寒いので、レギンスをどうしようかも悩んだんやけど、一応履いてます。はい。で、いつもタンクトップのカップ付きインナーを着ているんですけど、今日は珍しくティーブラに変えてます。うん、はい。なのでここを薄く、中が1枚薄い状態、タンクトップがない状態なので、これで2枚になってますね、この中が、うん、になってます。はい。で、夏襦袢、トスコハの色襦袢のグレーです。で、襟は確か虹浦さんだったっけ、なんだっけ、いただいた襟なんですよね。ちょっと可愛い水玉なんだけど、うん、なんかモワモワと形がちょっとわざといびつな感じの形です。本当胸元に汗が垂れる方、こういうふうに挟めば済む話なんで、で、暑くなったら抜きゃいいんで。どうしようかなと思って、あら、すっごいなんか骨張ってるわと思って、これちょっと動画で残すの嫌だなと思う。私もあんまり胸元がふくよか、その形のいい胸ではないので、ここがは骨が出てるんですよね。結構鳩胸の方なので骨が出てる、肋骨が出てるって言ったらいいのかな。うん、よっ、あ、パンティーライナーもあった。ね、放送事故になりかねんので。もともと出てるんですけど、ちょっと体調悪くて食べれなかった時に、痩せた時に、ここがやっぱりゲソッと骨がより出ちゃったんで、ちょっとね、嫌だなってもう一回言ってんの、嫌だなこれと思って。はい、こんな感じでございます。この水玉なんですけど、地色がちょっと黄色がかったきなり色なんです。なんですごく合わせやすいんですよね。で、色も青だけどちょっと緑が入った青緑、すごい合わせやすい色なんですよね。こういう色持ってると本当に便利です。はい。で、着物は今日はモタハンさんコーデになってますね。はい。レースの着物の葉っぱのレースのベージュですね。あ、くるみだ、色の名前が。はい。で、レースの着物はモタハンさんのお仕立てなんですけれども、もちろん、
レース用にお仕立てされてます。レースに合った仕立て方になってるので意識当てとかもないですし、でもこのレース自体が糸が一本でバーッと編んでいくレースではなくて、生地があってそこに刺繍を施して最後に穴を開けるっていうタイプのレースなんですよ。小矢部にある、テリーナさんっていう会社で、前レースの工場で見させていただいたんですけれども、こんな感じですね。昔の食器で織られてるんですけど、この着物じこの生地は違うところか、でもまあに同じきあの機械ですね。あれどうやったっけ、あ忘れてしまった。はい。でですね、まあ割に穴があるので通気性がいいかなっていうので今日これ着ようと思います。はい。なのでまあ、生地を刺繍、糸でこれだけ刺繍しててなので、これ自体が実は割に強いんですよね。引っ掛けてピーってなるのは一本の糸から作られてるアンダールレースの生地で、これはピーとはならないんですよね。それはね、洗ってるうちに糸が切れることはあると思うけど、刺繍の一部が切れるだけで、ちょっとチュンチュンって補修すれば治るぐらいのもんで、でも切れたことはあんまないな。私、リサイクルで着てましたけど、長い間同じ柄のもの。私はこのレースの着物、に関しては3色持ってて、これだけが着物で持ってて、あと2色は着物気分で持ってます。すごい重宝するんですよ着物気分は着物気分のレースはね、なんか本当にただのカシクールワンピースなんですよね。巻き下けの袖が着物袖っていうだけで、で割にね、手入れも楽なんですよね。これ一回もアイロンかけてないんですけどね、ほらシワとかになってないでしょ、全然ならないんですよね、本当に。めっちゃ便利なんですよ。こういうね、暑い、なんだこの4月からみたいな時とかね、6月のね、どうしようっていう時とかね、レースの着物があるとめっちゃ便利です。はい。なんだろう、ちょっとアンティーク感のあるレースの着物って本当に上品に見えるんでいいですよ。富の証ですよレースは着物着てない方にもレースの着物着てると、うわそうレースだすごいって言ってもらえますはい。わかりやすく楽しい着物かなっていう感じがしますね。で色はもっと派手な可愛い色もあります。新色で出た赤っぽい色とかも、もうちょっと鮮やかな色あります。最初に出たのがアースカラーだったんで、割に地味めな3色だったんですけれども、次に出た色は可愛い色が2色、あとは黒1色、黒というか墨色ぐらいかな。うん。伊達締めもね、夏のにしようかな、どうしようかなっていう今段階ですね。ちょっと暑いなって思ってるんですけれども、基本的にね、普通のこっちの伊達締めの方が私はね、好きなんですよね。なんでなるべく、こっちにしたいなと思って、とりあえず今日こっちにしてみて、暑かったら諦めるか夏のやつ出すかっていう感じなんですけど、急によもう、だってせっかくさ、せっかく半襟変えたばっかりなのに、チキショーって思いながら、まあいいや。
このくるみ色は本当にね、明るめのベージュなんで、まあ合わない人はいないですね。で、私だとちょっと地味になりすぎるような本来なら色なんですけど、レースなんで柔らかい感じに仕上がるかな。あ、なんかここら辺が違うと思ったら今日ブラジャーしてるからだ。まあインナーと、まあ外とでいろいろ調整をしなきゃいけない時期ですね。まだ暑さにも体慣れてないし、かといって夜冷えるしっていう状態ですね。で、今日は、隙間の力を利用して通気性を良くしようと思って、編んである帯ですね。工事佐々木さんのシルクニット帯です。編み物ですね。この人も編んであるので通気性がいいんですよ。で、帯締めひびひもの、みかん色です。さあ、この穴はどこまで私の急に熱くなる体を補ってくれるかですね。多分ちょっとホットフラッシュ入ってきてるんだろうなっていう気はしてるんですけれども、顔じゃないんですよね。ここなんですよね。ポッて、これ不思議なことに着物じゃなくてもなんですよ。パジャマ着ててもここがボッて熱くなって、着物長い間着すぎてるからなのかな。ここがパッて熱くなるんですよね。なんかしんないけど、帯周りです。で、この帯なので、侍結びの変形します。なので、最初のタレは引き抜かない。この間からすぐ忘れて引き抜いちゃって、引き抜いちゃったっつってやり直してますね。引き抜かない。自分に言い聞かせる。引き抜かないぞ。で、一番上を少し折ってですね、こっち側に入れますね。長い長いっす。もうちょっと面白い片付け方があったらいいんだけれど、まあいいや、突っ込めみたいな。まあ、ここら辺まで返しの生地が入ってます。私の場合は、帯の長さにもよりますし、胴回り の厚みにもよりますけどね、ここら辺の余り具合は。なので、まあ結び方で適当にそれぞれ調整あとはしてっていう感じで、まあでもオーダーするんだったら厳密に自分の必要なサイズをおっしゃったらいいと思いますね。工事佐々木さんの二等帯は一人ずつのオーダーもできるので、結局一本ずつ編んでますので、佐々木さんがねそして染めてるので、すごいよね、全部やってんだよ。最初見た時、おちょっと変態かなと思いました。すごい職人だとかって思わないで、おこんなこだわってたらもうちょっと変態で面白いなこの方と思って。自分も
職人畑の人間だからかの職人さんを見てあすごいですねっていう感じは思わなくて、この人はどれだけそれをこだわって楽しんでるだろうっていう方向に視点がいくので、あのだいぶこだわって、あの楽しんでる方は敬意を払って素晴らしい変態だなと思う私はそういうタイプです。回すのがね、やっぱりね、絹のね、伊達締めの方が回しやすいんだよね。それはあるよね。麻の伊達締めだと滑りが悪いしね。お、出てきた。出てこないで、出てこないで。よし。できたかな。うん。よし。一応調整して、OK。ですね、はい、今日はこんな感じでございます。お、通気性どうだろう、どうだろう通気性まあ楽ですけどね、あの日当日ははい、なんていうのかな、伸びるんで、で体に沿って息するたんびにこういう感じでちょっと動くんで、それはすごい楽ですね。はい、今日はこんな感じでございます。はい、ちょっとおっぱいが大きく見えてるんですけれども、まあブラのパッドのが少し入ってるやつしかなかったので、それのせいかなという感じですね。はいこんな感じです。なんかちょっとバストトップが高いよね、いつもここら辺なんでちょうど隠れるんだけど、でも気にしなくていいと思うあんまりここに何かをわざわざ入れる必要は私はないと思うんだよね。これこうピーって綺麗にこうここの差がなくまっすぐみたいなのは、まあ、確かに綺麗だけど普段着でそこまでする必要あるかって思うんですよね。そんなこと考えて着れなくなるぐらいなら考えないで着ようやって思うんですよ。私は着物ブラは使ってません。私が欲しかった時代に私の欲しいものはなかったので、もう諦めちゃったんで、もう探さなくなった。もっと今いいのいっぱいあると思うんですけれども、私は、買ってないですね。なんか暑苦しいのも好きじゃないし、あの涼しいのがそういう時に必要なのであんまり使ってないですね、うん、持ってもないし、なので私から着物のブラジャーの情報はちょっとね得れないので、ブラジャー欲しい方は違う方の動画を見られた方がいいかと思います。はい、ブレーなのでこのように透けても影になってすごいレースでスケスケ涼しいって感じにはならないのがポイントなんです。このグレーはね、ここから見てもさ、なんか二枚仕立てですかみたいな感じに見えてね、そんなに夏の着物を着てますみたいな感じにはならないんですよ。まあレースは夏の着物でも冬の着物でも何でもないんですけどね、着たい時に着る着物なんですけど、で襟が手ぬぐい、はい、で帯が光寿佐々木さんです。
旅は恵比寿旅さんの悩んだけど寝る旅にしといた。とりあえず暑くなったら脱げるし、旅は困ったら普通の旅出せばいいし、とりあえず冷えちゃったら面倒だから、あの私の場合はとりあえず暖かい方を選びました。でかんざしが、あ、今日もあれだ、スズランのかんざしです。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、どうでしょうか。レースの着物は便利ですよ、こういう時期に。これで羽織を着るとまあ全然気にならない感じ。ここ重なってるところは全然透けないので、前ですね。で後ろは少しお尻のところが一番色地盤が透ける部分なんですけど、グレーなんであんま目立たない。どの色を着てもグレーって影になるんですよね、小さな穴だと。なので、レースの生地が 色がちょっと濃く見えるぐらいな感じですね、どの色を着ても、そういう風に使えるのがトスコハの色地盤のグレーかなと思います。他の色地盤もそういう風に考えればいいと思います。今カラー地盤いっぱい出てますので、あの夏の素材の着物を着るときに、あ、ちょっと白が浮きすぎたり明るくなりすぎて夏すぎるなっていうのは、あの多分夏の着物ですと透け感があるので、下の長襦袢の色が当たるんですよ。で暗い色を入れれば、ちょっと白が落ち着きますし、逆に青とか、若竹色のような鮮やかな緑とかを入れると爽やかになるし、ちょっと赤系を入れるとあの暖かい感じになりますので、そこら辺も調整、自分の中で、あ、こういう色にちょっとずらしたいなっていうトーンをずらすことがカラー地盤持ってるとできるんで、すごい便利です。でトスコハの色地盤は割に、何にでも私は合わせてます。ただどうだろう、私自体があまり静電気を持ってないタイプの人間、電線なの、だからビリビリビリってなあんまならないんですよね。で、もともと石川県湿気が多いのでなりづらいので、本当に乾燥している地域の方はまたちょっと違うかと思うんですけど、トスコハの色地盤に関してはあの洗濯機で丸洗いできるし、あのあれだったら静電気防止スプレーかければいいと思う。で普通にその日のうちに洗濯機で洗えばいいし、ネットに入れて丸洗いすればいいし、アイロンかける必要もないっていうものです。はい、でまあやっぱ静電気気になる方は中に筒状の何かを着て、その上から長襦袢着物っていう風にすれば、着物と長襦袢がこう入り込むから歩けなくなるので、それは防ぐことはできますね。そうですね。あとはまあ単純なことなんですけど、肌を乾燥させないことが一番静電気を起こさないポイントなので、まず水をよく飲む水、あのお水、あのお茶とかじゃなくてお水です。ちゃんとお水を取るっていうことと、お風呂上がりに少しでも保湿をするっていうのが、お風呂から上がってあのまずしっかり水分を取る、水分と一緒に蒸発してしまうので、でなのであのお風呂から上がったらすぐにちゃんと水分を取るっていうのと、しっかり保湿するっていうのをすれば肌の乾燥は防げるので、静電気もちょっとずつ収まってくると思います。まあ、小さいことなんですけど、まあ基本かなと思いますので、そこら辺が静電気対策かなと思います。私もあの化粧水とか、ああこれちょっと好きじゃなかったなとかっていうのを体に回して使ったりもしてますし、はい、いろいろしてますね。あとあのお風呂上がりにオイル塗るっていうのも一つですね。若い頃よくやってたのがあのジョンソンのベビーオイルを塗ってましたね、お風呂上がりに。でお風呂上がりに塗って、水滴がついてる間に塗って、で軽くシャワーで流すんですよね。そうするとあのあんまりベタベタしないので、
で拭くっていう感じでしてましたね。そういうやり方もあります。うん、手軽に済ましたい方はオイルの使い方としてはそんな感じかな。うんですね。はい、たわいもないことすいません。はい、ですね、4月になって、まあ昨日の夜に、あ、やっぱりちゃんと答えを出さなきゃなと思ってちょっとマネージャーと相談して決めたんですけど、6月の頭に、染めゆりこだまさんの方のイベントに招待してもらってて、1年前からで、そこに行く予定を立ててたんですけれども、今日の朝、児玉社長の方にお電話しまして、今の状態で連泊で家を空けることは無理と判断して、お断りすることになりました。申し訳ないです。一応ね、グループのね、オープンチャットの方には私直接書き込みをしたんですけれども、もしこの動画を見ていて、グループチャットに入ってらっしゃらない方がいらっしゃったら、一応困るのでお伝えしとこうと思ってお伝えしております。はい、まあ、理由は、まあ、うちの猫たちですね。うん、まあ児玉さんとお約束した後に急体調を崩して、2人とも内臓の炎症があって、まあ、ストレスでっていうので、あ、私が出かけすぎたからかなっていう申し訳なさもあって、2人には寂しい思いをさせたのかなって思って、まあ薬は3ヶ月続いて、お薬なしになってから今で150日ぐらい、毎日カウントしてますけど、経ったんですけれども、でその間にはっくんが、3月頭に膀胱炎になって、収まったかなと思ったんですけど、また再発をしてという状態で、ちょっと目が離せない心配な状態なんです。それで、まあ、猫飼われてない方は膀胱炎って言っても大したって思っちゃうと思うんですけど、猫にとって膀胱炎ってすごい危ない病気なんですよ。命取りになりかねないんで、悪化させないように、確実に治るように、毎日ご飯のチェック、トイレの色のチェック、お水をどれぐらい飲んでるかっていうのを毎日確認しながら日々を暮らしている状態です。少しでも一緒にいたいので、なので、ちょっと今年は外泊してどこかにイベントをみんなでするっていうのはもう考えないでおこうっていうふうに、決めました。はい、すいません。まあ、またなかなか会えない人になっちゃいましたね。すいませんね。申し訳ないです。動画を始めた頃みたいですね、本当に。なかなか最初の頃も仕事場から離れれなかったので、私が外泊してどこかに長く行くっていうのも予定も立てれなかったんで無理だろうっていう感じだったんですけれども、周りのサポートもあって、なんとか、イベントもできました。うん。できると思ってなかったんで、一回一回のイベントが私にとっては奇跡だなと思うイベントでした。本当に、お店の状態も良くて、家族の健康状態も悪くない状態じゃないと、私はやっぱり外に出る気持ちにもならないし、どっちかっていうとものすごく心配性なんで、はい、なので本当にいろいろな運の良さが重なって外に出れてイベント、大きいイベントを何度かさせてもらえたのは本当に自分にとっては奇跡だったな、自分の人生の中でと思ってます。本当に早くに結婚して自分一人で何かを
違うことのために県外に出るっていうことが簡単ではない立場なので、そういうふうにできたことがすごいなって思いますね。特に、まあ、経営してるっていうのもあるし、お店をね、うん、普通に何ていうのかな、働いてるお勤めだけだったら自分の有給を使ってとか自分の予定を立てれるんですけど、経営ってそういうわけにいかないんで、うん、なので本当にみんなの協力あってのお話だったんですけれども、うん、やっぱり家族の健康が一番私にとっては大事なことで、まあそれはみんな当たり前なことだと思うんですけれども、そこだけは譲れないので、うん、なのでちょっと外泊してっていうのは難しくなったかなという感じです。すいません、今思えばグループチャットに入ったなりの方とかで今度またイベントあったら参加したいですとか書き込みしてくださった方とかもいっぱいいらっしゃったんですけれども、本当それを見るたびに次があるとは限らないんだよなっていつも心の中で思ってたんです。ギリギリなんとか予定をたまたまうまくいったっていう感じだったので、うん、なのできっとなかなかお会いすることは次難しいんだろうなとかいろいろ思ったんですけれども、うん、そんな中でも実際お会いできた方もいらっしゃって、ありがたかったなと思いますし、動画残しといてよかったなと思います。はい、ありがとうございます。引き続き、まあ、普通に動画は撮っていきますし、まあ、この機会に、私の動画自体がもうだいぶ古い動画が多いんで、特にコンテンツの方ですね、20太鼓の締め方とか名古屋帯の結び方とかお太鼓の結び方とかいろいろ、今毎週日曜日にコンテンツを流して4回分は撮ったんですけれども、この間1回分放送されましたけど、その古くなったコンテンツを2024年バージョンとして、取り直していく作業にちょっと取り掛かろうかなと思っています。やっぱり年々画質も変わってきますし、うん、あと自分がやっぱり着物って不思議なもんで、これっていう執着点がなくて、やっぱり、うん、着れば着るほどこうした方がいいな、こうした方が楽だな、こうすればよかったんだなっていうのの解読がちょっとずつできてきて、日々教えてもらうことが多いので、今の最新の情報をお伝えした方がいいかなと思っている次第でございます。なので、ちょっと動画の方を重点的にやっていこうかと思ってます。はい、そうですね、そうですね、なかなかねなかなか、まあ、イベントは本当に難しくなりますね。うん、石川県に来られた際は、って感じなんですね。どっちかっていうと申し訳ないです。はい、うん、まあ、ここが YouTuber ではないっていうところなんですよね。はい、最近 YouTuber を乱用する方がめっちゃ多いですね。ちょっと私はびっくりするんですけど、 YouTuber って本当に盾をもらった方が言える言葉ではないかなと私は思うんですけれども、私は YouTuber ではありません。はい、ただ着物の配信をしている一人でしか過ぎないんで全然あれなんですけれども、それでも応援してくださる方がいらっしゃるので、続けさせていただいてるんですけど、せっかくなんで、整えていきたいかなと思ってます。動画の方を、はい、そんな風に思っております。引きこもりです。楽しく引き込んでます。それでも、まあ、日帰りで行ったり来たりできる距離感は、出没できるときは出没したいと思っておりますので、また、お声掛けいただけたらなと思いますね。まあ、一番、多分、
行きやすいのがあれかな、モタハンさんのイベントとか着物オフさんかなっていう感じがしますけどね。うん、そうですね。まああのオープン LINE オープンチャットに入っていただけたら、会う確率が増えるかもしれないです、はい、すいません、そんな感じとしか言えなくて、はい、ちょっとね、うん、あのちっちゃい時から猫が 大好きなんですよね。うん、大好きというか本当に、うん、あの人よりも大好きというか、まあ、そういう人っていますよね、動物の方がっていうやっぱりどうしても命が短い、もともと生まれた時からね寿命の長さが違うと、うん、愛おしさがギュッと募りね、ギュッとしますよね、どうしてもそんな感じなんですよ長生きしてほしいんです、それが私の、うーん、目標なんです、はい、そうなんです。なので、そっちに、優先し本格的に優先したいなと思っております。はい、以上でございます。はい、すいませんでした、南国、本当にね、ソメイル小玉さんには一度お店行きたいんですけれども、宮崎のこともいろいろ調べてたし、あとかなこさんとお父さんにもお会いしたかったんですけれども、なかなか、うん、叶わない感じで、すいません、本当に申し訳ないです、はい、あのまたはっくんとももちゃんがもう落ち着いたらまた考えれるかなと思うんですけど、一時しばらくはちょっと無理かなっていう感じです。長く気長に見てあげなきゃなという状態ですね。うん、そうですね、そんな感じですね、はい、すいませんはい、以上でございます。ちょっとのお詫びのお知らせでございました。はい、それでは暑くなったり寒くなったりしますので、皆さんお体に気をつけてお過ごしくださいませ。4月は、始まりの月ですね、日本にとっては。はい、この国は4月スタートなので、新しい環境の方もたくさんいらっしゃると思うし、学生さんは新しいお友達に巡り合うチャンスでもありますし、今から会社スタートっていう方もいらっしゃると思います。皆さんにとって、日々が幸せでありますように。以上でございます。それでは皆様良い一日を。これは毎回つくからエンディングです。もっとキュッとなってもらうと入りません。はい、いいよ、何回言ってもいいよ、地域のみんなとつながろうよ。はい、行きますはい、せーの、地域のみんなとつながろう。 LINE オープンチャット。